いやー、緊張するね。緊張する。この歌とか、あんま歌わないじゃん、なんか。だから、ちょっとこういう、なんか こんなの初めてだか歌ですか？いや、僕は、歌は、小学生の時に、母親と、妹と3人で車通だったんですけど、その時によく3人で歌ってたぐらい、そのぐらいのレベルですかね。なんかこの緊張感で同じだっていうと、高校の時に地元のショッピングモールで浴衣カラオケ大会っていうのがあって、それも全力でめちゃめちゃ頑張って、その結果ベスト浴衣賞をもらいました。だよね。誰にこの歌伝えたいかっていうと、熊本にいる家族に、俺東京で頑張っとるけんっていう意味合い込めてね。やっぱりなかなか長年熊本には帰っとらんですけど、そんなに親孝行もあんまできてないし、妹にもね、お兄ちゃん頑張っとるよみたいな、やりたいなとか思ってます。で、やっぱ熊本っちょって、と長い。sorry。OK。いけるね。お願いします。私はあなたのことずっと好き。クリティカルヒット。やった。